麻婆豆腐。先日大阪王将に行って麻婆豆腐をね単品で頼んだつもりが、メニュー表で指さしていたのが麻婆豆腐丼だったみたいで、それ全部食ったら腹いっぱいになっちゃいました。このねメニューの見た目がね同じで紛らわしい。そんなザレ事はどうでもよくって、今日の本題、今日のニュースにもなってましたが、中国共産党が作成した裁判官に扮したマリオが汚職に手を染めた官僚を倒していくストーリーの動画が著作権侵害ではないかと言われて、今はもう削除されたみたいなんですが、ニュースではその動画が一部しか使われてなかったので、それを全編見てみたいなと思って、中国版のツイッターウェイボーのアプリを入れて偽マリオ動画をね探してみました。検索ワードにコナンコーインって入れて動画検索をしたら出てきました。では全編見てみましょう。スーパーマリオって書いてあるのね。てか最初から頭だけでっけえな、これ。スーパーキノコの影響が頭にしか行き渡らなかったのかな、これ。柔道の篠原さんの比率ね。いや、もうお疲れですか。どっからこのキノコ出てきたんだよ。湧いて出てきたぞ、さっき。背景もどっと荒いな。なんだよこのメスカブトみたいな敵キャラ、見たことねえよこれ。階段登り早っ。階段乗っても景色同じじゃねえかよ。なんで虎が出てくるんだよ。ドット絵じゃねえし、初めての世界観無視してんじゃねえかよ、もう。いや、ハエも出てくんの。ハエ叩きジョージ持ってんのかよ。ご都合主義だな、これ。あ、クリアしたのね。なんだよこの生殖器をあがめ立ててるような岩はよ。たけしの挑戦状みたいなキャラ出てきたな、おい。そんな驚くほど見た目大して大きくなってないし、ハンマーで撲殺すんのね、怖えな、おい。ってもう2面クリア。2面の内容薄っ。ん、今度はマザーみたいなキャラ出てきたな。いや、車にひかれて人が死んでるじゃねえかよ。海賊の雑魚キャラみたいなのが捕まってんじゃねえかよ。ひき逃げやん、これ。裁判所級にここ裁かれてんのはタイムリーな性的暴行の荒井博文さんかな。かわいそうに。なんか顎が溶けただれてる亀出てきたな、これ。逃げんのかよ。ドラえもんのキーボーみたいなキャラ、何キョロついてんだよ。裁くぞ。どういうことだよ、ジャンプしたらデカ足が登場ってよ。何笑ってんだよ、サイコパスだろお前。そしてその顔のままクリアかよ。さぞ楽しい人生だな。いや、急にコトリップのイラストみたいになってんじゃん。もうマリオの世界ではないよこれ。あれは北朝鮮の密漁船ってことかな。いや、何投げたんだよ。腹の中の寄生虫投げてんのかよお前。捕まえたのね、この人たちよ。魚の上歩くとね、ぬめるよ。つるんって滑るよ。いろんなこと起きてんのに淡々と歩いてんな、ジャンプしてよ。これ何面まであるんだよ。キノピオが氷漬けにされてんじゃんかよ。天罰ってことこれ。メッセージ性強すぎんだろ。中国はわかんねえけどよ。コイン集めてんのね、これね。これは不正な献金とかそういうことを表してんのかな。よくわかんねえしね、ここスルーしとこうかな。って急に音なくなったな、これ。効果音切り。いやいや、地下まであんの長いよ。って思ったら地下の面短っ。時間切れ。おしっこ我慢してるみたいに走ってんな。そのお城がまるで公衆便所みたい。梶原の炎上発言より。しかもまさかの音が被ってんじゃん。文人よみたいな音はよ、雑すぎんだろ。そんだけ。生きている、生きている。私にしたことを忘れていませんよ。